負傷した関学大球部選手の父、奥野康俊氏写真を各大学生アメリカンフットボールの試合で、日大の選手から悪。質なタックルを受けて負傷した関学大球部の父で大阪市議の奥野康俊氏が24日、自身のフェイスブックを更新。日大に対する怒りを綴ったほか、ユーザーに対し、問題究明へ向けての協力を呼びかけた。23日の緊急会見で日大の内田正人前監督、62、と井上翔、務、コーチ、30。ま、反則の指示を否定したことを受け、これでは宮川くんが、かわいそうでなりません。ひどすぎます。指導者二人に対して、体の震えが止まりません、と、加害者ではあるが宮川大輔選手、20、への思いと、両指導者への憤りを言葉にした奥野氏。また、内田氏が会見で問題の場面を見ていなかったと話したことから、試合中のビデオ、動画、写真をと、ていた観客の皆さん、千内田監督が見ているシーン、顔の向きがわかるシーンなんでも結構です。そのデータをいただきたいのですがよろしくお願いします、と呼びかけた。その上で、私は、この事件に息子と、アメフトを愛する両大学の子供たちのため、日本のスポーツ界の信頼回復のため全てを捧げる所存です、と綴り、すでに、市議会。維新代表にも伝えておりますが、私の記者会見前に決断していたことですが、任期満了をもって大阪市議会議員にピリオドを打ち、次の選挙では立候補いたしません、と宣言。残りの人生をかけ真剣に、とことん、この問題に向き合う覚悟です。ご協力お願いいたします、と任期満了をもって市議を引退し、問題究明に乗り出すことを表明した。また、被害届については、告訴も含めて内田前監督、井上コーチの二人だけの名前では受理できないと警察から回答をいただいて、いると説明し、宮川くんの減刑、と内田前監督、井上コーチに対する厳重処分の嘆願書も出そうと思います、と綴った。